いやようこそ今日の題は、夢まか不思議な悲劇日村抜刀祭ルノーリン心。信川上、これ玄祭です川上祭。これについてお話しさせてもらいます。要はね、 館長から呼ばれて、みんなバット集めて「お前ら両に献身してますか?」み知ってもそうす」って「全員知ってます」と言って「館長から」みたいな「何でしてんねんよ」って言ったら「いやもう有名ですよテレビでもどこでもかっこいいしどうこうやし」みたいな「あそうなのか」みたいな。でいろんなことを「であれ誰かの実写版って知ってたか?」みたいな。 はあ、川上検査よし死んだお前やれって言われたんですよで館長からまた同じようにバーッと10個ぐらいあんねんけどね難しいことばっかりですよでも館長はもう、ええー、ともう好きにやれと好きにやってかまへんからいつもの道具そういうことで始めます始めますバイ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 おおこれ <laughs> もう気にせんでいいからねだから わかりやすくわかりやすく。まずね、かっこいいですよ。ルロニケンシンもうだからね、こんな見てどうこうじゃななしにね、思ってください。ルロニケンシンってね、かっこいいでしょ身長どれぐらいと思います身長、ちょっと待って、入ってるかな入ってる入ってる。ってるびっくりしますよ。身長なんと。 150センチなんですよ。えみたいな。そっからね、150センチですみたいな。えー、みたいな。面白いでしょこれ4台、一斬りに入ってるんですよ。一斬り怖いやつが4人いるんですよ。そのうちに1人に入ってるんですよ。まずね、実物見てますね。川上玄斎が、 実物ありますからねあ,あ、屋根持ってけんかった、前はしまった、持ってけんかった、前はまず、まずまず、まず,まずあのちびこいほど許してねこれ、川上玄斎かっこいいで、女の子みたいでしょ これ,が川上ですこれ4人読んねんけどね。で、みんな来てんのが、岡大蔵って言ってくれね、岡大蔵。これ、殻でかいんです。でも、頭はパッパラパーやからね。あのー、彼とこ、あのー、月方半兵衛竹内辻さんのとこ、メンバーには入ってないんですよ。なんでや でもう殺さえすればいいからみたいなかわいそうですよでもこれ彼,彼は中村半次郎って言うねんやけどなんとみんな知ってるかな中村半次郎知てきる半次郎って言うけど西郷隆盛の腹心の桐野俊明っていうやつなんですよみんなみんな名前変えてるからねわかりますんそれこと。 でこれは田中し兵衛で、要するに、えー、っと、薩摩、薩摩、備前、土佐、ださ薩摩、二人、長州おらへんね。で、土佐と備前、長州でごるへんわ。まあ、これが、 幕末の四代一とりって言われた。うん、一応覚えておこう。<な>だから、性めっちゃちっちゃいのになんでやねんみたいな。で、その彼の見なめる、こんなんみんな知ってるよね。あきっと君らは分からへんけれども、君らの子供とか、周囲の若い子は知ってると思う。で、抜刀さいうぐらいからね、映り見た方が早いからと思って。 これ分かるかなこれ。はい。はい。抜刀斎っていうのはね、あ、見えへんな。右足をできるだけ前出して、そして低く抜いてあげるんですよ。これ、ゆっくりやったらアからね。できるだけ背が低いから、めちゃ刀を低くするんですよ。膝を立てるんですよ。そしてこのまま、このまま下へ抜いてするから、受けにくいんですよ。すごく。普通、上から来るのは抜けやすいけれども、 下から来るのはすごく受けにくいんですよ。だから、まあ説明するけれども、あのー、近藤医さんって強いよね。近藤医さんが、たまたまパッと追ったんですよ。京都の足で。え、危なっって言って隠れとったからね。勝つ回収は勝つ回収で、めちゃ怖いみたいな。ちょっと、不気味なんですよ。 でもクソ真面目なんですよ。だからそれをめちゃめちゃ分かりやすく話さなあかんからね大変なんですよ。歴史知らんやつもなるほどなぁみたいな。でその時にやっぱりこうちょっとこれ覚えとったらおしゃれってやつね。それもちょっと言うときますわ。でそれはねどういうことかって言うたらねああさっきもちょっと言うとけどじゃあなんで薩摩が2人強いかなんですよ。 普通ね、全然話別やけどまあこれ勉強関係ないからやけどねなんで薩摩が二人も入ってるからなんですよ。従来ね北澤がね北一刀流とか長新明治流とか北ある新道無念流とかこう昔昔からすごい安って道場いっぱい入ってるやつねじゃないんですよ。 要は、天然理神流とか、これ、彼らは資源流って言うんだけどね。で、薩摩の資源流っていうのは、武士が資源流なんですよ。上級武士が。どういうこと書いたら、トンボがましいみてね。一応あの、抜刀術の、あの、師範、師範やからね。一応、一般社団法人に持ってるから。資源流ってこう構えるんですよ。で、 あのー、下級武士はね、薬丸資源流って言うんですよ。これをもっと上に上げるんですよ。で、このまま走るんですよ。こう思ったらブレるから、こう思って走ってそのまま切るんですよ。だから練習はもうこればっかりなんですよ。まあ、堅実興味があるからやるけど、まあ、同じ相手と2回叩くことないですから。だからみんな、 偏やみなこと。というのはさっきの、彼は、我流ですよ。まあ、どうか言ったようなのあるけど、まあ、そういう説ではどうか書いたりもあるけど、我流ですよ、我流これ多分、背はちっちゃいのを利用して、極力は、ま、右足を前に出して、左足をずっと低くして、低い姿勢からガーンと上げるんですよ。不適義用がないって言ってましたね。だから、やったことないからかもしれませんね。 セミ戦術でまあ、それはそれ、そういう校内で待ってええねんけど、一応その、まあ、この、このページで、もう、もう細かくどうこういうのはもういい。もうアウトラインだけね。で、ほ、ま、ら、あ、北進一刀流ってもうここには出てけへんけど、北進一刀流っていうのは、坂本龍馬とかが帰ってたとこ。坂本龍馬ね。まあ、こんなあの坂本龍馬の、ごはんにごめんね。坂本龍馬、免許改善言うてるやんか 免許か。そうそうそう。だから、これね。そんなにせんでいいね。これ。あ、あ、これこれこれ、これここ漫画漫画漫画。これ、出てくれんか。俺、あの、ごめんね。あの、あんまり詳しい人分からへんかったら、あれど、この女の人。この女の人が、ま、あ、歴史上で言うたらね。 千葉城吉っておるんですよ。千葉修作って来たことあるかね赤堂鈴之介ちゃん。千葉修作の弟の道場なんですよ。で弟の道場に、重太郎ゆんと、さなこっていうのがおるんですよ。で、これさな、さな、さななんですよ。で、多分あの、さながね、小立ちの使い手で、なぎ型の免許改善なんですよ。 んで坂本龍馬に好きになってみたいなでお父ちゃんも認めてみたいなもんつきはも作ってそのまま帰ってけへんかったみたいなねだかならさなさなで私は坂本龍馬のお嫁さんやみたいなねあでも一回結婚してるんですよ新聞載ってるからねそれもなんか話題に、まあ、なってるかなってへんか知らんけどうそういうのあったりするからねでそれが多分この今俺分からへんあの「浪人謙信」の「 彼女なんか分からへんけどに出てきてるみたいなわかるかなそういうようなでこれは多分ね土方歳三ですよ土方歳三だからそういうのこうそれをこうごめんなさいもうこれ取るわねめんどくさいからもうめんどくさい帰るわごめんねよいしょよいしょ もうこれでいいわ。ごめんね、もうこっちのらしゃべりやすいから。だから、流浪に検診ってこんなんあんねんけど、ちょっとまずびっくりすること、館長がめっちゃ驚いて、僕にバトンタッチした理由がこれですわ。あ、これちゃうわ。1番これ。鏡野菜38、百8 3 0 34年生まれです。ほら 生体35年やったでしょ ?35 年。いっぱいやったね、35年生まれ。福材物とか。覚えてるいろいろやったんか ?35 年生まれは、みたいな。小松書脇とか、みたいな。うおる中で、一つばかりんですよ。34年生まれなんですよ。覚えやすいでしょそう。関連しやすいんですよ。 で、館長がびっくりして悪党に立ってきたのね、これ少年ジャンプ。漫画ですよ、漫画。に、1990年、今から30年前ですよ。でも25年前で、だから5年前ですよ。7200万部ですよ。えぇ、ー、みたいな。7200万部、いいねじゃないでしょ。売れてるんですよ。ちなみにね、 ベスト10に入ってるんですよ。ベスト10は、あの、ワンピースですよ。そう考えると、日本のアニメはすごいな、みたいな。7200万部、みんなお金出して買うてるんですよ。ええー、ちょっと信じられへん。ということは、みんな若者は知ってるんですよ。みんなね、ルノリ・ケンシン、確か去年やったかな、いっぺん、あの、 焼酎とかんかやるときにあ見に行こうかなと思って結局見に行けへんかった思いてるんやけどいっぺん見に行きたいなと思とってたんですよだから7200万部売れてるみたいなということは子供も見てるわけでしょ子供が夢中になるためには難しい話ばっかり違いますがなるほどなと思ってお鉢が回ってきたみたいなだからできるだけ分かりやすくみたいなね で要するに川上元西っていうのはねもともと違う名前やって11歳の時に養子になって川上になったんですよほんでまあちょっとこれねこの時にねああ書いてへんなお花畑屋敷ってあるんですよ要は熊本でしょ熊本城ですよ、まあ、熊本城で一人いるけど これ作ったん、加藤清正ですよ。加藤清正が、お花畑、屋敷のを作ったんですよ。そこで結構みんながこう、リラックスできるように。そこのところに15歳で、茶坊主として入ったんですよ。彼が。茶坊主、雑用係。そこから掃除係とか、出世していくんですよ。その時に、和歌読んだり、漢詩覚えたり、道具覚えたり。 すすすごい勉強するんですよだから多分ねえー、っとあそこやったらねーのしらが何やったかな反乱を起こしたら何ったかな人風連,の,風連の,にもの人にも教えてもらってるんですよ。で覚えておいてほしいの彼はちょっと難しいかもしれへんけどね。 宮部定蔵って思いとってほしいんですよちょっと字難しい言うとねこれはこの宮部貞蔵これはすごい関係あるんですよ。なんで関係あるかって言うたらね難しい話やねし宮部貞蔵みんな知らんから覚えとくだけでええー、みたいなだから宮部貞蔵は多分えっ、ー、と彼より一回前以上1820年生まれだからね多分14個ぐらい上なんですよ。 で、すごい、すごい、尊皇上位なんですよ。ほんで、一生懸命、一生懸命聞いて、一生懸命聞くから、はあ言うて、だから、唯一、文武両道なんですよ。剣もできて、頭もいいんですよ。ただ、くそ真面目なんですよ。で、宮部定蔵はって言ったら、時の、あの、細川さんのとこね。 あそこのお城ですよ。そこは砂漠派なんですよ。尊王か砂漠かあったでしょ。尊王攘夷やみたいな。それから砂漠やっていうのは将軍をよいしょするグループなんですよで。時の長州っていうのはね。バリバリ尊王攘夷です。だから尊王攘夷に喜ぶのは誰やった公家さんですよ。 そうはそうでしょう将軍家が偉そうにばっかりするよりも公家要所される方が岩倉智美もそうでしょうで三条実富っていうのがんですよ三条実富これは地位的には岩倉智美より上なんですそれに気に入られるんですよでなんで気に入られるか言いますよねでその前に宮部貞蔵はあここあかんなみたいなここは砂漠やから俺の空気と会えへんな 思って出るんですよわかります一応どうやったの書いてないかな宮部という尊能上位ねで宮部貞蔵は岩崎智美からラブコールもらうんですよ岩崎智美言うたらほらあの岩倉支援団で行ったボスですよ だってそれはそうですよ尊皇上位、そうしたらだ公家上です天皇が力持ったら、岩,あの岩倉朋美とか、初言権ありますが、そこでラブコールですよ。ほうみたいな。だから雅帝蔵行くんですよ。わかります熊本藩を捨てて出るんですよ。 でもね、まだ話全然別やけどね、横井昇なっていうのを覚えて,てほしいんですよ。これね、これも、覚えとくとね、歴史通のやつには全然喋れるからね。もうちょっとわざわざ書いてきましたよ。横井昇南。これがね、もっと年寄りですわ。えっ、ー、と、1809年やから、だいぶですよ。 バかりますさっきのやつ、宮部定蔵は1820年、1809年、ルオニケンシンは1834年ですからね。で、そんバリバリの尊王上位なんですよ。僕、ずっと彼は、あの、春学とかに戻ったんですよ。松平春学っておるでしょ 思ってたんですよ。違うんですよ。もともと、熊本やったんですよ。で、ここはあかんと思って、で、春学が来てくれ言うてラブコールで、で、熊本藩に言うんですよ。横井湘男くれダメですダメですって何回言うんだけど、あの、春学はもう何回も、何回も、もうええわかった、いうことで、 横井湘南はあこ行くんですよ。あの春学の松平春学のところでね。すごいでしょだからほら坂本龍馬が行ったりとか同校とか全部彼が対応してるんですよ。面白いでしょだから熊本藩ってほとんど熊本備前ね。あんまり関係ないみたいだけど。 微前自身がすごい砂漠やったから、尊の上位が育てなかったんですよ。薩摩っていうのは、表向き、幕府と上手いことしながら、あばよくば、倒してやろうみたいなね。長州は真っ向から関係あれへんみたいな。で、その時に、草加玄瑞とるんですよ。草加玄瑞が、待て待て、天皇ちゃん持ってきて、時の天皇は、 あ14代将軍ですわ。14代ああじゃ十1代将軍ちゃうわあの。家持ですわ。であ家持かなそうそうそう。でも家持二十歳で死ん,だ死んじゃうんだけどね。だからそれを持ってきてどうこうすんねんけれどもねストップかかるんですよ。要は将軍あの天皇があの京都へ。 前ににに来るときみんな大阪城におるんですよその時に慶喜も大阪城におるんですよ。その時に来てもう勝手にさらっていって長州連れていこうという計画やったんですよ。草が,原がメインになっとっとでそれ事前に発覚してバレてまうんですよ。でもうその辺ごちゃごちゃしながら今度はね8月の18の政変っていうのがんですよ。まあこの通りまあこれパカッと見てたらこれま8やからね。 なってね、あんまりこう歴史っぽくなったらあかんからちょっと難しいんけどねごめんねでもほらみんなきっとそのあのこの漫画とか知らんからか書いてあるものが分かりやすいやろうからみんなどうせあそこで見た時に分かれへんかせやからこれでなってジャンプなりましたみたいなでまず紹介でねで我流で花屋敷で茶坊主からね今度は 彼は、岩倉朋美から。要するに、宮部貞蔵は岩倉朋美からですよ。分かります岩,岩倉朋美から宮部貞蔵もやし、その前の横井湘南も岩倉朋美からラブコールですよ。でも、彼は三条三ともう一個上、ちょっとのほ,ほんとしてんんけどね。 その三条三十三からラブコール来るんですよ。なんでかって言ったら、彼はこれがあかんなと思って、京都へ出るんですよ。で、京都へ出た時に、みんな会うんですよ。お意見合うな意見合うなそれ全部長州派のやつですよ。なるほどななるほどな長州のやつとめっちゃ意見合うんですよ。でしょで、いや、で、そこで、清川八郎って覚えてるからね。清川八郎って言ったら、 新選組を作る。新選組は、まず東京で、身武浪士組。農民でもええから来いよ。武士になりたい奴は。これ、身武浪士組、名付けて、で、時の、いいもちゃったかな。あの、行くのに、警護に来る兵隊として雇いましょう。言うて、あの、新選組の奴らが、はい、言うて参加したんですよ。で、 ついて物分かりになったんは、言い出しっぺは、清川八郎なんですよ。この清川八郎は、バリバリの尊皇攘夷なんですよ。でも、時の幕府は砂漠やから、尊皇攘夷が嫌なわけですよ。なんかすごい複雑なんやけどね。でも、熊本藩は全く砂漠なんですよ。砂漠っていうのは、 将軍、ああん、が力を持って、天皇は傀儡で自分らが好きなようにするということですよ、要はね。でも、公家は、いや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 、天皇が力を持ってくれたら僕らもやりやすい、みたいな。長州藩は真っ向から反対。薩摩藩は、上手に味方にしながら反対、みたいな。だから、薩長ぞみを結ぶでしょ、みたいなもんですわ。ほんで、三十そのとがりは、村上、い。当然そうですが、公家やねんから。 で、これが起こるんですよ。1863年、この8月の18日の政変ってどういうことかって言うたらね、クエと長州が一緒になって、時の帝をさろていこうっていう、天皇誘拐事件みたいなもんですわ。要は、みたいな、それバレてもうて、ふざけんな、みたいな。な、この、それを、向こうは、後部合体って言うんですよ。後部合体派の、尊の上位派の、で、追及されるんですよ。 我らは尊王攘夷派ですでしょ皇武合体どういうことかって言ったら、このままやったらあかんなって言うて、幕府は、んって考えたんが、河野和、和宮って言うでしょ薩摩から、もらえますがんあの、あ、違う、薩摩違うわ。厚姫が来ますがん。そして、河野和宮。あ全また話し始めと、なんで河野和の、あ、違うわ。厚姫が、 将軍のお嫁さんになれるか13代将軍のお嫁さんになれるやんなんでかって言ったら時の夫政さ将軍家なり50年間ぐらいずっと制覇してたやんが政治家からと、彼がこの島津の殿さんだから成昭のおじいちゃん シゲさって言うんだけど、それが、ものすごい乱、蘭学教やったん。で、お金使って、弓瀬のこのお金使って、みたいな。で、図書広里っていうのが、おって、すごい優秀やねんけど、250年払いな、みたいな。ええ、みたいな。で、借金、べし、みたいな。だからみんな、西郷隆盛を用意しよう思うたら、成り明は用意しさせなあかんからね。だから家、家見 久光は本当は普通なんですよ。ただ、西郷隆盛を用意書するためには、成昭を用意書にせなあかんからね。だから成明はほとんどワールド書いてるやつないでしょ。久光が悪もんで、みたいな。成昭が、みたいな、あんまりないんですよ。でそういうのもちょっと頭に置いとってくれたら嬉しいね。これあんまり難しいこと言うとアウトやから。で、とりあえず8月の1863年ですよ。ね。で、揉めて、で、これ、 七教地言うて、岩倉智美とか、7人ぐらいが落ちるんですよ。区芸が。あ、七教地って言うてね。ほんで、くそソ言うて、あの、長州のやつが、作戦狙えややないかって言うて、んーって言うて、京都でもう一回復活して、このまま帰ってられへんって言うて、集まったんが、みんなが知ってる。 池田屋事件なんですよ。わかります池田屋事件、次の年。前年に、七行地で、8月18の政変行って、次の年に、池田屋事件なんですよ。わかるかね ?6 月に池田屋事件があって。んで、池田屋事件で、なんで、彼が古い使つかあったら、 みんなほとんど知らされへんけど、宮部定蔵が殺されちゃうんですよ。みんな、長州の集まりと思ってたでしょ実は、師匠の宮部定蔵が殺されてたんですよ。そしたら、クソ真面目やから、自分の師匠が殺されたら、ふざけんなーみたいな。 新選組をやっつけてやろうってこうなってるクソ真面目やから。だから、新選組の近藤勇が怯えた。近藤勇ってめっちゃ強いんですよ。その近藤勇が怯えたんですよ。で、いろいろエピソードを追って、勝海舟もなんか終わった時にね、もうね、あ、あ、これはちょっと時代が違うんだけど、あ明治になってから、 考え方変えた方がええよ、言ったときに、いやいや、いいんですよ、みたいな。ナスとかきゅうり取るでしょ、みたいな。取ったら漬物にするでしょ、同じですわ。あかんやつは取って、もう殺したしまいですわ、みたいなのを聞いて、勝つ回収が怖わと思ったんですよ。それとか、あと、仲間うちで、お酒飲んでたんですよ、彼も含めて。その時に、あの役人、ちょっと気にいないよなっていう、ほら、よう、お酒の席でそんなありますが。 そしたらピュータと当たっておれへんですよ。しばらくしたらパーッと来て、そいつの食い持ってくんですよ、て。で、もどうんでんですよ。ありえへん,んですよ。もう草真面目すぎて、そうか、そんなに悪いやつやったら、言て殺して持ってくるんですよ。わけわからへん。もうだからめっちゃ一途なんですよ。めっちゃ一途。そんな上一色みたいな。だから、自分がおる藩は、 あのー、あれやから砂漠やから長州へ行くそして長州で自分の先輩が殺された「よっしゃ!」言うて一回大事件ですよでその時にね64年けど次これ見てください金門の変異ってね日下元帥とか殺されたんですよ7月の19日でしょこれ、ね、6月に一田大事件があってからね町をこうあれたんですよそしたらね馬乗っとって同行で 西洋絡みの、なんじゃこいつみたいなやがおったんですよ。行けすかいっしゃるなー言うて、走って,ってばっ言うて、バサーッと切ったんですよ。そいつが、佐久間昇山なんですよ。そしたら、その時に彼どう思ったか言うたら、髪の毛が4つ思いしたんですよ。切ってはいけない人を切ったんじゃないかなと思って、それ以後、人殺せになったんですよ。それ誰かを見て、 殺人みたいなことをしなくなったんですよ。だから、なんか感じるものがあって。で、その佐久間昌山は、当然開国主義で外国とちゃんとやりましょうや,やねんけどね。これ、覚えてくださいよ。佐久間昌山は、もうすごい、新しい考えを持ってるんですよ。長州も、上位や言うといて、外国と戦おうて、あ、これ勝たれへんわと思って。 生向き事件になった後、あと長州も、イギリスと戦うって、これはあかんわと思って。もうこんなもん、勝てる相手じゃないのわかるから。でも、孔明天皇はわからないんですよ。もう外国勝ち行け外国勝ち行けみたいなね。天皇やからもう外出たことないから。でも、みんな、今まで尊皇攘夷やったんを、尊皇は、攘夷は言わなくなるんですよ。尊皇派みたいな。 上位勝てるわけないからみたいな。というと、長州は、今言うように、尊皇上位のグループでしょそして、合図とか、庄内藩とか、桑津藩とか、その辺は全部、砂漠ですが、熊本も砂漠なんですよ。将軍が力を持ってみたいな。 ところが、この彼が人を殺したりどうこうで、で、今度は逆にね、大村益次郎とか、殺されるんですよ。まあ、彼、かくまるんですよ。もうそんなにね、名前が難しいからね、言えへんけどね、そ彼を、またれ1しか、ほら、<laughs> 終わったし、ね、もう、ね、これね、やっとって、すぐ出世するんですよ。で 佐久間山殺してみたいなね。で、重兵になって、やって、やって、ほら、11日に殺すんですよ。で、19日に禁門の辺やからね。その時に帰る時に、岩倉と、あの、三条実富にめちゃ気に入られるんですよ。だって三条実富ら、公家をずっと200人ぐらいが、武士がこう、囲もうていくんだけど、そのうちの一人で行って、すごい気に入られるんですよ。だから、 長州どんないしたかって言ったら、幕府からめちゃ気に割れとったから、しゃあないなと思って、全部解雇するんですよ。気兵隊も全部解雇。だから会,会社員が3000人ですよ。へえみたいな。そんなこと脱藩創造が起こるんですよ。1869年に。で、この首謀者がね、脱藩っていうのは、えぇ、ー、そんなーみたいな。で、この、 源太郎っていうのがね助けてー言うて来るんですよあの川上元才のとこ分かったー言うてね摩はあ薩摩に言えば熊本はうんですよ当然だめに決まってますんあかん言うて捕まるんですよ 頑張んねんけど砂漠やから投獄されるんですよ。そのまま投獄されてまうんですよ。67年、68年、68年から何起こるの大政奉還やな。そのあと王政復興やな。鳥羽伏見やな。川上原裁どないしてたかどうやなか。出てきたん2月やねん。出国したん。2月なってことはもう。 東ワウシの戦い終わってんねん。その時に会うねんやんか。大久保利通とか、木戸公園とか。なんか態度が違うらしいの。えなんでみたいな。で、彼、殺さん、1872年に殺されるんやけどな。俺、大村益次郎とか、全部そんなも殺されてる時に、無駄がいっぱいかけられんねん。まあ、もう細かくでは。ねえ、1872年やけど、考えて。1872年は、岩倉施設団が、 アメリカ、ヨーロッパへ、欧米、行ったとしてね。その時に、まず、岩倉とも、あのー、あのー、三条佐野富が言うた言葉は、もうちょっと怖いわ。川上源さん、俺、おったらもう、もう夜も寝ら,寝られへんわ。ビビりやからね、言うた。だから、桂心、木戸公園は、俺ら今から欧米行く間に、もう帰ってきたら始末とってくれ、みたいな。 川上玄災からするんですよ。出てきたみたいな。長州やりましたねこれで、尊皇上位で、日本は平和ですねみたいな。外国やってんですよ。外国と、えー、ちゃうやんかみたいな。俺なんで佐久間商山殺したんって。佐久間商山が言うた通りになってるやんかみたいな。えー、みたいな。えー、もうだんだん分かる。ノイローなんですよ。ちょっと待ってやん、みたいな。長州と薩摩組んで、 幕府倒したんやろあれ尊皇上位とちゃうのあれ開国でえ富国共兵でえ全然ちゃうやんかみたいな。言うてることガラッと違うやんか。ってやろそして、あの、裁判かけられんねん。言うとき。ね。で、その時の判事が、 もっとそんなの上位やってん。で、その時に言うねん。あのなげんさよ、な。言うてること悪くわかるけどな。もう時代違うんやと。時代違うからさ。ちょっと言うたらさ。俺、うまいことやったるからさ。うまいことここはさ。頭下げとけや。武言うね武士たるものは。例えば、見慣れてるぞとか。全部死んでいくやんか。そんなん、自分だけそんなん助かりたいからできません。ここは自分の。 武士道を貫きます。みたいに言って死んでいくね。めっちゃかわいそうやろというのが歴史上の物語やねそれをローリーケンシンはいろいろこうやってて面白い話やねんけどな。だから館長はその辺読んだことないけど、なんでそんなに普通の数じゃないか。7200やんか。7200万部やんか。 しかもテレビで映画もやってどうこう、まあ、雑誌があって、漫画があって、へぇーみたいな。それを分かりやすくみたいな。今みんなは適当にやけど、史実じゃないやつかもしれんが、あの三国志みたいにな。だから一応今の史実覚えといて、宮部定蔵とか、横井翔なんちょっと覚えといて。それを分からへんけど、覚えとったら、誰か、有名なやつに繋がってくるからな。全部繋がってるから、そいつらは。どっちも、 熊本藩出身やから。横井昌男と、あのー、宮部貞蔵。これちょっと絶対覚えとこう。これしとったらう、ううってなるから。で、流浪ンシン川上屋で現在と読むからな。あとこれまだ分からない方ったらちょこちょこ見たらええわ。もう適当にな。まだ自分なりにまだ調べて。流 <laughs> 浪ンシン もう本当に悲劇やね。だから、すごい辛い思いして死んでいたと思うね。わけわかれんと思うね。なんか俺間違うてんのかなおえ、神よ、俺間違うてんのかなみたいな。世の中変わってんけど、自分は変わりきれへんがってん。不知道を信じてんけど、世の中そんだけ変わっとってん。というような悲劇の主人公やね。今日は、ここまでありがとうございました。バイバーイ